こんにちはライオン英語チャンネルです。今日はシャドウイングのやり方についてお話したいと思います。はいこんにちは。え今日はシャドウイングのことについてお話します。えシャドウイングを、えー、まあ、知ってる人とか、もう実際にやっている人っていうのはすごく多いと思うんですけど、効果をまあ、効果が出るとこまでやっている方っていうのが意外に少なくて、その辺について今日はまとめていきたいと思います。とで僕自身あのまあ、これまでシャドウイングっていうのを本当に かなりやりや込んでますで英語学習の初期の頃からやっててまあほ比べることはできないと思うんですけどまあえっと自分的にはもう誰よりもやったかなっていうぐらいシャドウイングをやってきてその中での、えーまあ、ノウハウとかコストとかっていうのが、まあ、自分の中であるので今日はそれについてお話したいと思います。はい、で、えー、毎度のことなんですけどプロフィールをこの動画に貼っています、えー、概要欄にも詳し,詳しいプロフィールがあるのでよかったら見てみてください。 はい、でこの動画の概要です。今日は8点あります。最初にスピーキング力を高める6つのトレーニングっていうのについてお話します。2つ目にシャドウイングとは。3つ目シャドウイングがなぜ良いか。4つ目それってシャドウイングって言えますかって僕がいつも言ってるのがあるんですけどつまり、えっと、あまりよろしくないシャドウイングのことですね。について話します。で5番目でじゃあ効果が上がるシャドウイングはどういうことか。で6番目で次回の動画の概要。えっと、この動画で、まあえっと、一番大事なことは話すんですけど シャドウイングって結構いろいろあって、えーっとまあ、この動画だけだと話しきれないので次回の動画はこういうことを話しますってことをちょっと話しますで7番目でシャドウイングがなぜいいか、えー、っと実際に科学的にシャドウイングの効果について解説している書籍を紹介します、えー、っていうのが概要です そしたら、まず、スピーキング力を高める6つのトレーニングっていうのがあって、これは、えっと、ま、僕がおすすめしているトレーニング、経験上。で、えっと、もちろん人によっては、んと、ま、これ、こういうのもあるんじゃないって、他のトレーニングを進める人もいると思います。ただ、ま、経験上、僕はこの6つがいいかなと思ってます。で、レイブアンショスピーチ、発音強制に関しては、前回、前々回と3回前に話しているので、よかったら今、右上にリンクが出ているはずです。 え見てみてくださいで、今日はシャドウイングについて、えー、お話しします あとは、英会話と独り言英会話っていうのもあって、えー、それについては、まあ、いおい話したいと思ってます。今日は、今日はシャドーイングについてお話します。はい。そしたら、シャドーイングとはってことについてなんですけど、えっと、この動画を見てる人は、まあ、えっと、僕のチャンネル見てる人は結構、中級、上級の方が多いので、本当にさらっと、もうやってる人も多いと思います。えー、のれさらっとですね。まあ、ご存知のように、もともと通訳者のトレーニングでした。シャドーイングっていうのは。で、最近、英語学習者の中でも、まあ、効果的な学習法として認ています。 されているで実際にやってる人もすごく多いと思います。 はい。で、基本的な方法は、聞こえてきた音を、音源のスピーカーよりも0.5秒ぐらい遅れて真似するっていう感じですね。で、えっと、影のように、シャドウのようにスピーカーについていくので、シャドウイングと呼ばれます。ただ、えっと、まあ、最初に言ったように、効果を生かしきれていない学習者がすごく多いです。えっと、僕、あの、オンラインスクール、ライヒオっていうオンラインスクールをやってるんですけど、シャドウイング特訓っていう、シャドウイングの特化したコースがあるんですね。で、えっと、まあ、そこでいろんな本当生徒さんを見てるんですけど、まあ 自分で、えー、っとやってる人で本当に効果が出しきれてる人ても一握りですねでえー、っとシャドーイングがなぜいいかなんですけどまずは聞き取れないとシャドーイングできないですよねその音源のスピーカーの聞こえてきたのを真似するので、えー、聞き取れないとシャドーイングできませんなのでリスニングに最も効果を発揮しますうんで2つ目で流暢性と発音向上にまあものすごく効果的です具体的に言うと、まあ、母音とか子音とかの単語レベルでの 発音練習っていうのはね一人でももちろんシャドウイングしなくてももちろん単語レベルでできますけどセンテンスレベルでの発音練習に最適です。で音のつながりり若干に強くなり 一息で言える塊を長くできる、うん、このつな、まあ、がりっていうのはリンキングとかで弱化っていうのがリラクションって言ったりするんですけどこういうスキルを自然にシャドウィングしてるとやらないといけないので一息で言える塊が長くできます、うん、でイントネーション向上にすごく効果的特に、まあ、英語の強弱の感覚に敏感になります、えー、弱く発音すべき音を強く発音してないかとか強く読むべきところが弱かったりしてないかとか、まあ、そういうのに気をつけながらシャドウィングやることになるので まあ、イントネーションにすごく効果的。三、はいまあ、つ目で、速いスピードの英語に慣れるのにも効果的です、うんでえっと。塊切れ目に対する意識が上がるので、リーディング力向上にも大変効果的です。と、はい、いう感じで、ここまで聞くと、すごくいいことばかりなんですけど、えっとまあ、これシャドーイングの効果を生かしきれてない人がすごく多いです。 で、えー、っと、これ、前僕がちょっとブログに書いて、すごいいろんな人から参考になったっていうポイントなんですけど、えー、っと、前に、それってシャドーイングって言えますかっていうブログ記事を書いたんですね。で、その時に書いたのが、まあ、ここのにあることなんですけど、これに一つでも,もし、えー、っと当てはまっている場合、もしかしたらシャドーイングの効果を最大限に引き出せていないかもしれないっていうことですね。一つ目が、音源のスピーカーに最初から最後までついていけた。だからもうシャドーイングが終わりみたいな、その音源。 で、その次が、えー、最初から最後まで噛まないで言えるようになった。OK みたいな。で、3番目、通勤時間の電車で小声だけで口を動かしながら、まあ何回ももうやった。で、音源についてきると、ついてきてると思う。だから OK みたいな。で、その次が、今日は1日中練習しました。で、500回以上やりました。こんだけやったからもういいでしょうみたいな感じのシャーナングのやり方。で、その次が、えっと、1日では不十分だと思ったから、まあ3日とりあえずやりましたと。で、 えー、3日ひたたすらやったので、まあ、もう、OK、かななみたいなで最後が発音記号はあんま調べてないけど多分スムーズに言えてるから OK みたいなパターンですね。っていう感じがこれはまあほ僕自身が言ってるのであの本当に参考程度にしていただければいいんですけど僕はこれを「そうやってシャドウイングって言えますか?」っていうふうに言ってます。 でじゃあ効果が上がるシャドーイングってどういうことかっていうとシャドーイングは基本的に毎日行ってくださいで、えっと、2番目が一番ポイントなんですけど15分から45分程度のシャドーイングのセット数と えー、練習日数を増やすすこれがポイントですセット数っていうのはだから例えば、えっと、30分朝やりましたよねこれ1セットで昼30分やったとするでそうするとこれ2セット1回のセット数はまあ5時間ぐらいは空けてくださいで,で夜やったとすると3まあその日は3セットできたってことですねで練習日数を増やす。 だからその1日3セットを7日やるみたいなで21セットこれがすごく効果が上がりますで3番目なんですけどぶっ続けで3時間シャドーイングするよりもそれだったらもう15分朝昼夜っていう風に刻んだ方がいいですなので1回の時間を長くするっていうのはあんまりおすすめしないえー、っとで1回のシャドーイングが長くても30分から45分にとどめるのがいいと思ってます で、同じ教材を1週間は毎日やってください。で、1週間この仕込み練習のサイクルを繰り返す。そしたら次の教材に行くっていう感じ。うん。なので、毎日同じ教材で1週間やるっていうのがいいと思います。はい。で、さらに、シャドウイングするときは、大きな声を出すことができて、恥ずかしがらずに何回も失敗できる場所でやる。 で、これを満たすのって、まあ、ほとんど自宅の自分の部屋とか、まあ、カラオケボックスとかでやってもいいですけど、まあ、基本的には自宅の部屋とかになるのかなと思います。えっと、電車とかの、まあ、声が出せない場所では基本シャドーイングしない方がいいと思います。ただ、リスニング目的のだったらもちろん OK。うん で、えっと、ちょっとこの動画ではとても話しきれないんですけど、シャドウイングって、えっと、いろいろあるんですよね。今回の動画では言ってるのは、えっと、まあ、主に発音とか流暢性など、スピーキング力向上の ためのシャドーイング、うん。でその目的だったらえここへでえで、ー、シャドーイングするのはあまりよあまりというかかなりおすすめではないです。ただ別に発音流暢性のためんじゃないは、えー、シャドーリングもあるんですね。そういうふうにえっ、ー、とまあリスニング力向上のためのシャドーイングとかだったら別にまあ電車でもいいかなとは思うとかウォーキングしながらとか、うん。で その次、一定時間巻き戻し可能なオーディオプレイヤーを使いましょうってことを推奨してます。IC レコーダーっていうのがあるんですね。これを使うと、一回ボタンをカチッと押すと、3秒確実に巻き戻すみたいなことができます。えっと、で、詳しくは概要欄に、僕がちょっと IC レコーダー活用法っていう記事を書いているんですけど、えっとそちらのリンクを貼っておきます。基本的には3秒戻しができればいいんですね。で、 えっと、スマホのアプリじゃダメなんですかっていう人が結構いてもちろんアプリでもいいんですけど効率をもう最大化するんだったら絶対に IC レコーダーの方がいいですこれに関してはちょっと話すのがなくなっちゃうのでよかったら記事をご覧くださいちなみに IC レコーダーって3秒戻しだけとかじゃなくて再生速度をえっと遅くしたりとかね0.75倍にしたりとか0.8倍とか0.5倍にしたりもできますあと AB, か AB 間再生っていってここからここまでが聞き取れない っていうとこだけ切り取ってひたすらそできます。はい。で、次が、えっと、他人、可能だったら他人にシャドーイングを披露するっていう機会があると、まあいいかなって、なかなかないと思います、普通は。ん、まあ、で、僕がやってるオンラインスクールの来オでは、シャドーイング特訓っていうコースがあるんですけど、えっと、トレーナーに必ずシャドーイングを披露しないといけないっていうのがあります。 で、シャドウイングを披露して発音とかに関してフィードバックをもらうっていうのがすごく効果的です。はい。で、えっと、上級者の人は、まあ上級というかもうシャドウイングに慣れてる人ですね。は、そのやる音源ですね。練習する音源をもう自分で 全部覚えてしまうとこまでやり込むっていうとこまでやり込むといいかなと思います。僕自身もこのずっとこの方法でやってて、えー、っと結構学習初期の頃から何て言うんですかね、もうスクリプトを見ながら暗記するとかじゃなくて、もう練習しすぎて、えー、っとすべて覚えてしまう。で、自分、えー、っと自分の方が先に例えばスタートして先にフィニッシュできるみたいなぐらいまでやり込むっていうとこまでシャドウングやってました。 うん、でこんくらいコピーイングっていう風に呼ぶ人もいるんですけどやり込むとかなり効果がありますはいで最初も言ったんですけどえっとちょ今日の動画ではこの最低限の押さえておいてほしいポイントっていうのを話しましたんでまだまだあります例えば正しいシャドウイングっていうのは決して簡単ではないっていう話でシャドウイングがうまくできない理由効果が上がらない理由 っていうのを、まあ、まだ話してないです。とか、えっと、シャドウイングと発音ってすごくえ関連性があって、発音の重要性、シャドウイングの練習の仕方、コツ、まあ、実際にどういうステップでやっていけばいいのかっていうのもまだ話してない。うん。で、素材ですね。音源はどうすればいいのかっていう適切な素材選びと、え、音源の長さはどのくらいがいいですかってことについては、えっと、まあ、次の動画で話そうと思ってます。はい。で、最後に、 シャドウイングがなぜいいかっていう、えー、っとことなんですけど今日の話は僕の経験をもとに主に話していますただこの2冊「シャドウイング音読と英語コミュニケーションの科学と外国語を話せるようになる仕組み」っていう本があって両,、えー、両方ともシャドウイングについてなぜいいのかっていうのを科学的に書いてくれてますえー、っとなのでこういうのが気になる人がいたら是非あの概要欄にリンク貼っておくので読んでみてください、はい、という感じで えっと、今日はちょっとサクッと、えっと、まずは一番押さえておいて欲しいポイントについて話しました。オンラインスクール、SNS、ブログなどいろいろやってます。詳しくは概要欄を見てください。はい。っていう感じで、ライオン英語チャンネル今後も更新していきます。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いします。高評価もモチベーションになるのでぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。